元世界4階級制覇王者のファン・マヌエル・マルケスはメキシコ版 ESPN の番組内で、ネリはサウスポースタイルの良いボクシングをするし技術力も高いファイターだ、しかし問題は彼がどのように調整しちゃんと体重をリミットに合わせられるかどうかだ、彼は自分のキャリアで最も重要な試合に挑むんだ、井の上に立ち向かうのは簡単じゃない。2017年と2018年に山中慎介との試合でドーピング違反と体重超過を犯した、取り返しのつかない過ちを犯したと思われていたが、再び日本で試合をするチャンスを手にした。マルケスは井上との試合の日はメキシコ人ファイターにとって素晴らしい試合をしなければいけないという責任を負う日になる、私はネリが人生をかけて戦うべきだと考えている、もう準備段階での彼に失敗は許されないし、かつてないほどの調整をしないといけないと厳しく話していた。そんなネリは、俺はいつも食生活に問題を抱えている、1日に 3,4 パックのオレオを食べてチョコレートミルクも飲んでしまう、あとクッキーやシリアルなんかも好きな時に食べてしまうんだよ、とにかくたくさん食べてしまうんだ。21年5月に行われたブランドン・フィゲロア戦では、俺は試合の舞台であるサンディエゴに行く15日前の時点で減量をしていなかった、テカテにある牧場でキャンプをしながらピザを食べたりしていたんだ、そしたら父親に怒られた、そんなクソみたいなことはすぐにやめろ、自信過剰になるな、そんなんじゃお前は試合で何もできないぞと怒られたんだ。実際試合直前にもかかわらず体重は約 12.7kg もリミットをオーバー、そこからの減量で約 6.8kg 落としたが、前日計量の4日前となっても体重を作れず、最終的に下剤を使用しなんとか間に合わせたが、その時点で俺は勝てないなと悟って、フィゲロア戦は7回 KO で完敗した。米国のメディアでは井上は無敗だがネリは1敗しかしていない、ボクシング界も2人の対戦を楽しみにしていると、ほぼ無敗同士のような報道をしていた。ネリはフィゲロアに負けたのは体調不良が原因なだけで、本来の体調で試合をしていれば勝っていたのは自分だと言いたいようだ。確かに体調が良ければネリはフィゲロアに勝っていたのかもしれない、しかし実際は体調を作り上げるのもボクサーの強さの大事な要素だ、減量失敗した時点で負けたと言っても言い過ぎではない、しかも体調が悪かったなど勝負の世界では言い訳にならない、そういったコンディション作りも含めて適正体重の判断も含めて井上尚弥は最強を示してきた、減量や体調管理含めてこれまで10年間王者であり続けた井上選手にネリとの対戦でも最高のパフォーマンスを見せてほしい、井上選手応援しています、井上尚弥に幸あれ。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。